せっかく開口部天護骨火古墳は奈良県高市郡にア村大和座古市にある古墳。形状は八角墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。指定時には朝顔つ過古墳の読みが付されており、県牛誌は朝顔の別称である。午前塚と呼称されることもある。2009年から2010年にかけての 発掘調査によって、八角墳であることが判明し、アスカ時代の女帝で、天智天皇、天武天皇の母とされる、第三十七代、西明天皇の御笹である、可能性が高まっている。柏原市との村境に近いアスカ村大麻子市の、丘陵先端部の一番幅広で、高所の安定した場所に位置しており、都の古墳の墳頂部の標高は百二十六点三メートルであり、 国の史跡であるいは矢山古墳の西方約500メートルの地点に立地する。以前より巨石をくり抜いて二つの母室を設けた得意な内部構造で知られており、西明天皇と娘の橋人王女の合奏墓とする説があった。また、1977年から1978年にかけて環境整備事業の一環として発掘調査が行われており、その際、 実際の測量を元にした実測図が作成され、円墳と報告されながらも八角墳の可能性が高いことも合わせて指摘されていた。2009年9月より2010年9月にかけて、飛鳥カ村教育委員会による学術目的の発掘調査が行われ、2010年9月9日、村教育委員会は調査成果を発表した。それによれば、 噴球は地震により崩落していたが、高さ約4.5メートルと推定され、反築による三段築性の八角噴であることが判明し、噴球の裾は平面八角形状に削られており、大変の長さは約22メートルに及ぶことを確認した。噴球周囲では外側を八角形に囲む石符移行が確認されており、北西の裾からは三辺分の石符を検出している。 地一辺は、ほぼ完全な形で依存しており、幅は、約1メートルで、ブロック状の切り石が3列に隙間なく、敷き詰められていた。石譜以降そのものも、正八角形になるよう途中で、約135度の角度で屈曲しており、上空から長官した場合、共通の中心を持ち大きさの異なる、紛糾部分3段、平地の石譜部分3列の相似八角形が、 重なる形となる。石符の外側には、さらに砂利が敷き詰められ、その部分も含めると全体では32メートルほどの規模になると推定される。また、三角柱状に削った白色業界岸の霧石やその破片が数百個以上、出土しており、調査者は、これらの霧石はピラミッド状に積み上げて、紛糾斜面を装飾していたとしており、その総数は、 約7200個に及ぶと推定している。噴球1段目は一辺12.2メートル、対角線約33メートル。噴球2段目は一辺約7メートル、対角線約18.5メートル、高さ4メートルである。内部施設は南に向けて横穴が開口する形の横口式せっかくであり、2009年段階ではすでに一部露出していた。 予告知識せっかくは約80トンの重量を持つ1個の巨大な業界隠歴岩をくり抜いて約70トンの埋葬施設を作ったもので、巨石は約15キロメートル離れた二条山清六より運搬したものと考えられる。せっかくの幅は5メートル、奥行き3.5メートル、高さ2.5メートルの規模を有し、せっかく内は 中央部に幅四四十点七センチメートル、長さ百五五十二点センチメートルの仕切り壁によって、東西二つの空間に仕切られた滑走墳であることが判明した。くり抜き部分の規模は、幅一一点四メートル、高さ一一点零メートル、長さ零点六三メートルである。また、巨石の外側を取り囲むように丁寧な加工の、施された脳型体を成す巨大なデイサイト製の、 霧石を3点確認し、本来的には16点整然と並んでいたで、あろうことも確認している。せっかく内の中央には、間仕切りのための壁を伴い、その両側に、長さ約2メートルの母室が2つあって、壁面は二重の漆喰が塗られている。左右両室ともに、天井は丸みを帯びており、高さはともに約1.3メートルである。また、左室は、 長さ2.1メートル、幅1.14メートル、右室は長さ2.08メートル、幅1.16メートルで、ほぼ同規模である。床面には長さ約1.95メートル、幅約0.78メートル、高さ0.08メートルの管台が削り出しによって作られており、これも左右両室とも同一規模である。閉塞席は内、扉と外扉よりなっていて、 内扉は業界岩製で高さ約1.12メートル、厚さ約0.62メートル、幅約1.47メートルであるのに対し、外扉は安山岩系の石材を用い、高さ約2.4メートル、厚さ約0.63メートル、幅約2.69メートルの大きさであった。また、内側の扉の四隅からは、方形の穴を確認しており、 扉食金具が装填されていたことが推定される。なお、古墳全体に使用された石の総重量は550トン以上と考えられる。運搬には丸太を用いても数百人、地面を引きずったとすれば1400人もの人員が必要であり、これについては巨石を大勢で長距離運ぶこと自体に、律令国家の権力を誇示する意図があったという見方がある。 以前の調査や採集によって、すでに、教著館のはけみや、混同製の棺金具、また、鉄製のかすがい、鉄製の釘、ガラス玉などの玉類、人骨などの異物が出土している。教著館とは、麻布を漆で何重にも貼り重ねて作った、当時としては、最高級の棺であり、貴人の早々に用いられたことは、疑いない。旧紙は、橋人王女のものとの説がある。 1953年11月14日、遺物は、考古資料として、極めて重要であるとして、一括して、大和国高い郡群建骨化古墳出土品として、国の重要文化財に指定され、指定文は、奈良県立歌市原考古学研究所附属博物館に、保管されている。鬼のまない器の接近マスダ岩泉斎名、天皇築造年代は、 遺物等から7世紀紅葉の年代が推定され、年代幅を広くとっても7世紀中央から8世紀初頭までの範囲に収まる。アスカ地方の予告知識かく墳については、マスダ泉や鬼の祖、鬼の接近の意向が知られ、前者は本古墳と同じく,くり抜き式の予告知識、せっかく、後二者は床石と二石が別々に構成されるタイプのせっかくと考えられる。 大阪船屋川市に所在する石宝殿古墳の石っは、校舎の類型に属するが、沿道を伴っており、そのことより、の変年が考えられる。つまり、石鳳の古墳の石っは、この中では最も古いことになる。石材から年代を検討すると、マスダ岩泉や鬼の祖、鬼の接近では、皇室の石英戦力岩が、本古墳では、南室の業界岩が使用される。 アスカ地方の他の古墳の事例からは、6世紀から7世紀、中央までは、やはり花崗岩等の硬質な石材、7世紀後半からは、大阪、奈良の府県境にある、二条三景の業界岩に推移する傾向が見て取れる。以上を総合すると、アスカ地方の予告知識せっかく墳は、の戦後関係が考えられる。西明天皇の夫女明天皇の両母、この天智天皇の両母及び、 天武天皇の陵母がいずれも八角墳であり、今回の精査によって本古墳もまた当時の皇族の陵母に特徴的な八角墳であることが確認された。また、本古墳が築造当初より合奏が明確に計画されていたことは調査成果によって一層明らかになった。さらに、加工石をこれほどふんだんに用いた古墳は他に類例がなく、 古墳自体が巨大な石像記念物であることも明らかとなった。以前より知られていた教書館や旧史の存在、また日本書紀における斎明天皇、橋人王女合奏の記述と合わせて、本古墳が斎明天皇領である可能性はさらに高まった。一方、宮内庁は本古墳から西南西の方向へ2 5キロメートル離れた。 奈良県高市郡高取町をあざしゃぎに所在する、車木県能古墳を、斎明天皇陵として事情してきたため、大方の研究者との見解との間に齟齬が生じている。そのため、真の形態天皇陵として有力視される、今白塚古墳や、真の文武天皇陵として有力視される、八角墳中、小山古墳などと同様、 従来の寮母の事情を見直す必要があるのではないかという議論が起こっている。しかし、宮内庁所領、日本書記には、天智天皇は母である斎明天皇の命令を守り、大工事をしなかったと記している。これは、被創者を斎明天皇とみなすことについての慎重論の根拠たりうるが、被創者が斎明天皇であるとした場合でも、創創者は、 天智天皇ではないことの論拠ともなり得る。その一方で、俗に本記には、西明天皇陵が収蔵されたとの記事が、文武天皇三年のこととして記されており、この記載を根拠に、この年、西明天皇が文武天皇により改装されたのではないかと考える、研究者もいる。なお、文武天皇は西明天皇から見れば、早村にあたる。 2010年12月9日、飛鳥村教育委員会は、研究室か古墳林接地より古墳を検出したことを発表した。研究室か古墳が、西明天皇の寮母であるならば、新発見の小静か五門古墳は、西明寮母の前に、孫の大田王女を葬ったという、日本初期の記載より、大田王女の墓である可能性が高い。ありがとうございます。